皆様こんにちは、ランです。数ある動画の中からご視聴いただきいつも本当にありがとうございます。本日の動画は最近の私の購入品をご紹介させていただきます。ちょっと購入品紹介久しぶりなのですが今回はコスメだったり日用品、それからお洋服、まるっといろんなジャンルでご紹介させていただくので、お買い物のご参考になれば幸いです。それでは早速1つ目、まずこちらですね、ジェラートピケさんで購入したものとなっております。ルームウェアなんですけれども、ここが結構ゴムでゆったりとしてて、しかもパッド入りで楽ちんなルームウェアです。丈もミニワンピースぐらいの丈感なので、下にショートパンツを着込んだりして、まあ、その辺にお散歩できるぐらいの感じですね。生地感も軽くて涼しくて可愛らしい格好でお部屋で過ごせるのが、私にとってのおうち時間では大事なので、すごくおすすめなルームウェアです。でこれ実は今セールしていて、とってもお安い価格なので、もし見かけたらぜひゲットしてみてください。続きまして、じゃーん、こちらファーファーさんのトップスになっております。実はこちらのトップスも AW 秋冬アイテムの商品となっております。早くないですかもう秋冬のアイテムなんだっていう感じなんですけれども、こちらのトップス実は昨年ですね、私がクリスマスイルミネーションデート動画っていうので着用してたカーディガンの半袖バージョンが登場しまして、昨年動画ですごいカーディガンが大反響だったので、半袖バージョンが出てとっても嬉しいです。少し涼しい日だったらもう着れるぐらいの生地感で、ニットっていうよりかは若干透け感があるのと、あと何と言ってもですね、伝わるかな、このキラキラ感がすっごく可愛くてですね、もう他では見ないキラキラ感となっております。ぜひぜひ注目していただければと思います。3つ目、こちらもファーファーさんの購入品になっておりまして、 AW の商品です。ベロアのパーカーですね。先日のオーダーアイテム紹介動画でも登場したアイテムになっておりまして、ベロア生地で結構こう全面的に艶やかな高級感のある生地感のパーカーとなっております。こちらのパーカーですね、なんといっても身元のところがリボン結びができるようになっておりまして、また着用している動画を近々上げようかなと思ってるんですけれども、ただのベロアパーカーだと他では見るかもしれないんですけれども、ファーファーさんらしく可愛くて甘いデザインになるようになっております。パーカーのこの首元がベロアのリボン結びができるので、一気にこうお上品でガーリーな印象のパーカーになります。パーカーってカジュアルのイメージが多いですが、これいいですよね。ベロアですが全然暑すぎない、いきなり今日冷えたなっていう日とかにさっと羽織れてとっても良かったです。続きまして、めちゃくちゃ可愛いポーチをですね、スナイデルホームさんで見つけたので、こちらもご紹介させていただきます。じゃーん、見てください、もうすごく可愛いですよね大人気のトワルドジュイ柄のポーチが出たんですけれども、今度は地図っぽい感じ、地図と植物のトワルドジュイ柄ですね。スナイデルホームさんのオリジナルテープのデザインとなっておりまして、こちらのバニティなんですけれども、すごいんです、これ仕切り付きなんです。すごくないですか。マジックテープで取り外しが可能になっていて、中にマジックテープがあるので自分の使いたい幅で仕切りを組み合わせることができます。すごいよく考えられているポーチですよね。あともう一つ、じゃん、メイクポーチもありました。こちらもですね、中にしっかりと仕切りが入っております。コスメもいっぱい入るので、入るけどかさばらないぐらいなサイズでとってもおすすめです。見た目が可愛すぎますよねポーチの美女が良すぎます。スナイデルホームさん、ルームウェアだけじゃなくてこういった小物も可愛くても、素晴らしいって感じですね。スナイデルビューティーさんでコスメを3つ購入しました。1つ目はこちらですね、スキングロープラッシュの01番ですね。チークなんですけれども、どんな感じかというと、チークっていうよりハイライトに近い感じですかね。
儚いきらめきがすごい美しいアイテムとなっています。守ってあげたくなるようなお顔に仕上げてくれるコスメです。こちらはですね、もともと登場していたアイテムなんですけれども、アクアジェムグロウの02番です。これすごくて、アイカラー、リップカラー、フェイスカラー、いろんなところに使えるもので、アクアジェムということでテクスチャーもちょっと潤いがある感じの、トゥルッとした感じ、夏なので目元キラキラっとさせたい時にぴったりだなと思いました。続きまして、シルキータッチアイズの EX05 番でございます。濃いめのカシスっぽいピンクっぽい赤みたいな色と、その隣にキラキラとしたハイライトカラーがあるのですが、このカシスっぽいカラーは結構濃くないって思うかもしれないんですけども、めちゃくちゃ使いやすくてお気に入りでございます。それでは次、美容グッズのご紹介です。こちらリファの新作のブラシです。もともとハートタイプのブラシがすごい人気で、私も使ってたんですけど、ハートタイプ持ち手がとにかく小さくて、私はちょっと使いにくかったんですよね。それがこう手持ちのタイプが出たので、簡単にこう溶かせるし、ドライヤーも非常にしやすいので、すごい買ってよかったと思ったブラシになります。ということで、最近の私の購入品こんな感じになります。またちょこちょこ購入品ご紹介できたらいいなと思っております。それではまたお会いしましょう。皆さんの購入品、何かおすすめのものあったら教えてくださいね。バイバーイ。